カルダノエイダ、ノアプラチナム、エフシェアズサイコーどうも、あっちゃんです。今日も楽しく仮想通貨ニュース配信していきます。よろしくお願いいたします。で今日はですね、世界経済フォーラム WEF まあ、このあたりでビットコインが怪奇的、悲観的、ネガティブという情報がね、いろいろ入ってきました。まあ、ダボス会議、皆さんもうすでにご存知かもしれませんけどもいろいろな、ね、経済学者が参加、または 投資家も含めてて参加してますでその中でいろいろと議論が交わされビットコインね意見もかなり出てますビットコインの今後ですねでそれが今後どのように基軸通貨の座を誰が奪っていくのか今日はねビットコイン崩壊カルダのエイダの時代到来といったテーマでねお話ししていきたいと思いますよろしくお願いしますで私あっちゃんの秘密の部屋で YouTube やってますカツオ通貨ニュースそれから投資 いろいろ動画配信してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、早速やっていきましょう。まず世界経済フォーラム WEF ですね。仮想通貨に関連するまたはブロックチェーンに関連する議論がされていると思いますけども、まあ、特にですね、まあ、中東のエリートたちがビットコインに悲観的だといったようなね情報が入ってきたんで、まあ、これを中心にちょっと話していきたいと思います。 で、まず WEF、ワールドエコノミックフォーラムという形で、世界経済フォーラムですね。まあ、経済、政治、学級、その他の社会における、まあ、リーダーたちが、いろいろと連携し、連携して、議論を重ねている場ですね。まあ、で、その中で、ビットコインは、まあ、やはり、こう、非常に回帰的だといったテーマが出てきてます。で、クロスボーダー決済のね、可能性について、まあ、いろいろ語ってる中で、まあ、回帰的、悲観的といったようなね、 情報が出てますで冒頭その中東のエリート、まあ、特に石油輸出国ですね、まあ、このドルに支配されていると言われるこの中東のエリート国、まあ、この辺りがこのビットコインの石油契約ですね、まあ、ビットコインで石油での契約取引をする、まあ、この辺りがまあこの決済の可能性をこう模索しているといったような中でやはり拒否反応というか、まあ、悲観的な人がかなり多いと。 で、こう、WEF、このダボスに集まっている、まあ、各国の投資家、いろいろいますけど、まあ、やはりこの非中央集権的な性質は、やはりこの石油決済、石油のこのビジネスの中ではかなり受け入れがたいと、も、ま、う、あ、ありえないと言ってるようなぐらいね、議論が飛び交ってるようです。まあ、例えば、エジプトの超儲けまくってる実業家とか、まあ、あとは投資家ね、モハメド・ホニャララとかね、 シャフィック、ガブル、ホニャララとか、ま、あいろいろ超有名人はいるようですけども、やはりこの石油のね、こう大規模な取引、まあ、法的なね、こう法律、この枠組みを重要としているこの石油の決済で、この枠組みが一切、法的な枠組みが一切ないビットコインはね、まあ、かなり危ねえというようなね、ことですね。まあ、で、少なくとも、 まあ10年以上はかかるだろうといろいろ言われてます。で、この10年というキーワードは何を示すのかなというふうにちょっと想像してみると、やはり、まあセキュリティとか信頼性とかね、まあこの非中央集権型ではあるので、まあ実際にこの決済がうまくいかなかった時にどうリカバリーできるのか、まあそのあたりが具体的になるのが大体10年。ビットコインですね。ビットコインはですね、まあその他の仮想通貨は全然違うと思いますけど、はい。 そのあたりが一つ10年というキーワードが出てるのかなと。ビットコインには悲観的。で、中東も悲観的。で、オマーン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア。今、いろいろありますね。悲観的。まあ、石油のね、やっぱ取引。まあ、そのあたりの国ですね。まあ、イランとか、イラクとか。あと、アフリカね。アフリカも悲観的なんですね。まあ、このあたりは、おいおい、ちょっと話していきますけど、まあイ、ね、イランとかイランとか、まあ、イラクに関しては、 アメリカのこの経済圧力、まあ、その辺りがあるので、まあ、アメリカが推している、まあ、ビットコイン、まあ、その辺りも当然悲観的になるかなといったところですねでやはりこのビットコインビットコインビットコインには、まあ、大きくこう信頼に欠けるといったようなねことを言っている実業家が多いようです石油決済はね、まあ、極めて信頼が重要と言われている中で、まあ、ボラティリティも大きいし速度も遅いし 送金のトランザクションの履歴はね、ブロックチェーンの技術で十分信頼できるとは思うんだけども、こう、株式市場とかね、そのあたりの規制が一切ビットコインされてないから、まあ、かなり現実は厳しいんじゃないかといったところですね。で、ただ、まあ、このね、今の現状、石油決済を行っているのは、まあ、ドルが中心となってきているのは、まあ、事実としてあるけどある、あると思うんですけど、まあ、その中東とかね、アフリカとか、またはロシアとか中国、 まあ中国はちょっと置いといて、まあ、このあたりはかなりドルに、ドル決済に疲弊しているというのは、まあ十分あるのかなと。まあ、政治的な圧力も当然ありますし、まあドルに縛られた、このアメリカに縛られた、このね、状態。これは非常に先ほど出てきた中東とかね、アフリカとか、まあそのあたり石油産出国に対してはかなり不満があるといったところがあるんじゃないかなというふうに、まあ思います。で、そうなるとやはり、 まあ今後ね、このドル以外になる、まあ、新しいデジタル通貨、まあ、ここのあたりを発行する、ベースとして基軸にする、それが出てくると、まあ、それは十分ね、彼らは取り組むべき内容なんではないかなというふうに、まあ、述べているようです。ビットコインに代わる信頼できるデジタル通貨、まあ、それは何か、まあ、特にですね、やはり信頼性を重要視する石油決済、このあたりは、まあ、セキュリティはやっぱり重,重要になってくるかなと思います。まあ、流すすす動かか金額もかなり大きいですし、 まあこの辺りが重要になってくるかなというふうに思います。でじゃあそれは何を置き換えられるのかビットコインを超える体のエイダコイン。まあこれしかないかなというふうに思ってます。で、この右のね地図ちょっとね見てもらうと、まあ、わかる人はピンとくると思うんですけど、まあ、チャールズ・ホスキンソンよくねアフリカ行ってますよね。まあ、アフリカのビジネスに注力して アフリカ訪問してます、まあ、これはどういう意味なのかと、まあ、今更ですけど考えた時に、まあ、例えばアルジェリアこのリビア赤い線引いてますねエジプトスーダンナイジェリア南アフリカアンゴラ、まあ、この辺りは世界トップ30に入る石油産出国ですね、まあ、石油を埋蔵石油を世に出してるかなりビッグネームなアフリカの企業ですね、まあ、アフリカとというとやはり経済発展が まあ遅れているといったイメージありますけども、まあ請求で稼いでいるといったところですね。まあそのあたりに、チャールズ・ホスキンソン、資金を持っている人たちに目をつけ、まあこのあたりをブロックチェーン付けにしてやろうというような思いがあったんではないかなというふうに想像します。アルジェリア、リビア、スーダン、ナイジェリア、アンゴラ、南アフリカ。皆さん覚えておいてください。まあ特にナイジェリアですね。ナイジェリアは世界トップ10に入る。 石油産出国ですね、はい、でこの辺りカルダノエイダがアフリカを制圧すれば石油産出国に後押しされながらそこに利用されるブロックチェーンをもし導入することができれば 2025, 2025年にドルの地位が崩れるといった予想の中でビットコインビットコインビットコインも投機として残るだろうがこの石油輸出国 石油,産出国この石油決済におけるブロックチェーンの地位はカールダのエイダコインかなりチャンスなんじゃないかなというふうに、まあ、思いま,すまあ当然ですね中国ですね中国もかなり石油産出国の上位に入ってますけどもデジタル人民元のね可能性は非常に高いというふうに思いますし、まあ、それがドルをね脅かす存在になる可能性も当然あるかなというふうに思います。 まあ当然ビットコインがなくなるということは私も予想できないしこのねエコシステム初代ブロックチェーン仮想通貨といわれたビットコインが、まあ、そうたやすくはトップの座を奪うとは思えないですけどもますますですねこうした取引量に対してこのビットコインね非常に各国重要な位置づけの決済にはなるのは当然あると思いますけど そこにカルダのエイダがアフリカを抑えその横並びの地位になるといったところは、まあ、非常に可能性としてあるかなというふうにも思います繰り返しましょう2025年までにドルの地位をね奪う可能性があるといったね仮想通貨は何かと言われると当然ビットコインカルダのエイダコインデジタル人民元その他かなり期待できるのではないかなというふうに思います やはりね、ビットコインにはまあ課題も多いですよね。まあ、通貨の役割は、本質的に安定した、ねえー、価値の保存と言われている中で、まあ、ボランテリィティが大きいと言われています、まあと。それと、まあ、スピードね、セキュリティもそうですし、まあ、セキュリティかな、あとトランザクションですね。まあ、このあたり、まだまだ法的決済、まあ、このあたり、十分ドルに、ね、置き換える代用できるような位置づけにはまだまだ厳しいかなというふうに思います。まあ、その中で、カルダのエイダが今のプロジェクトを完遂、今年にしてくれれば、 徐々にですね地位を上げていき仮想通貨を盛り上げアルトコインがビットコインを脅かす、まあ、この位置づけが今年からどんどんね起きてくれば十分カルダのエイダがドルの地位を脅かす位置づけになるのはね十分ありえるかなというふうに思っておりますはいということで今日はビットコイン崩壊カルダのエイダが石油産油国を釘付けドルに 大きくある2025年期待していきましょうといったような動画を撮ってきました最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまたあっちゃんの秘密の部屋でした